トレンドニュースの高まりです。海外女子ツアーは20日開催の BMW 女子選手権まで試合がありません。ちょっと寂しいところですね。そして国内女子ツアー富士通レディース最終日が行われ、3打差の単独3位から出たホストプロの古江彩佳選手が見事3バーディーボギーなしの69と無難にまとめて、通算16アンダーで逃げくじ大会連覇を果たしました。今季の米ツアーでは24戦で予選落ちはわずか3回という安定感、身長153センチと小柄で、ドライバーの平均飛距離も 249.28 ヤードで全体の135位。それでも私の武器はドライバーと言い切るところがすごいですよね。左右にぶれない正確なティーショットできちんとフェアウェイを狙っていくというぶれない姿勢がいい成績につながるんですね。でも2日目にはイーグル2つも取るんですからすごいですよね。ドライバーの飛距離より正確さが優先されるのが現代ゴルフの基本のようですね。渋野日向子選手のように距離は出てもいつも不安定ではなかなか安定したスコアメイクにつながりませんよね。まあそれはそれなりに魅力はあるんでしょうがね。そして小柄でもプロで活躍できるという後続のジュニアたちにも希望を与えているんではないでしょうか。素敵なところですよね。それと緊張したことがないという強い精神力と、疲れづらいことが強さにつながっていると思うと本人が言うように、体の強さに活躍の秘密があるようですね。それでは表彰式での優勝コメントをお聞きください。はじめに大会を開催していただきました富士通株式会社の皆様、ありがとうございました。また素晴らしいコースコンディションで迎えていただきました東急セブンハンドレッドクラブの皆様、多くのボランティアの皆様、ありがとうございました。そしてギャラリーの皆様、たくさんのご声援を本当にありがとうございました。本当に帰国してすぐなんですけど、まあ、こうやって優勝できるっていうのも自分でもびっくりなので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし、所属させてもらってる富士通株式会社の株式会社様の大会でしっかり優勝できて、いいところを見せるところができて本当に良かったなと思います。これからも日本で試合するのは少なくなるかもしれないんですけど、また、会場に来られるギャラリーの皆様やテレビで応援してくれているファンの皆様、本当に、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に一般の方のコメントの紹介です。すごい勝ち方、並ばれても決してスコア落とすことなく最後の2ホールでバーディーパー、バーディーで下からの猛追を1打差で逃げ切る。アメリカでの1年はさらに成長されたのだなぁとこの試合を見て感じました。連覇達成おめでとうございます。以上コメントの紹介でした。やはりこの
大会でも古江彩佳選手の正確な安定感のあるゴルフが目立ちましたよね。3日間を通じてボギーが一つというからすごいの一言です。今後の一層の活躍を期待しましょう。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。